はい、佐藤式リンパケア考案者の佐藤です。今日はですね、健康寿命を縮める歯と口の悪習慣トップ5についてお伝えしたいと思います。悪習慣、具体的にはまず一つ、食いしばりですね。トゥースコンタクトハビットって言って、食いしばりが起こってるっていうのがすごく大きい。もう前にグッといきますよね。前に行くことによって首の空洞が潰れてしまう。喉が狭くなって呼吸が浅くなる。で、そしてバランスが取れてないので筋緊張が起こる、肩こりになる、そして内臓の動きが悪くなる、自律神経的にうまく働かないってことになりますよね。2つ目はですね、口呼吸。これは口の中で雑菌が増えます。雑菌増えるし、そのまま口の中だけじゃなくて肺の方まで直接空気が入り込みますので、鼻っていうフィルターを通さないわけですよね。鼻は鼻毛があって、鼻だけじゃなくてここの空洞で NO っていう一酸化窒素ですね。で、この辺で音を響かせるだけでも鼻の中から殺菌の気体が出てるんですね、ずっと。これがすごく鼻から呼吸をしなきゃいけないのに口から呼吸してすることによってすごくね、雑菌が増えて、この雑菌が口の中で歯周病を起こしますし、この雑菌自体入り口が汚くって、腸内細菌って言ってる人がいますけども、結構腸内細菌よりも口内細菌の方がずっと重要です。ここが悪玉菌があって入り口が汚いのに奥だけ綺麗なんてことは絶対ありえないんですよ。なので入り口を綺麗にすることで奥も綺麗にしていく、綺麗な菌層っていうのが好ましい菌層にしてあげるフローラっていうんですけども、口内フローラっていうのが一番大切なんであって、腸内フローラはその二の次ですよって話ですね。それからもう一つは朝食ですね。朝食を取らないっていう状態が、これも前にも話をしたんですけども、100歳以上の97% の人が朝食は取ってるんですよね。取らないとこのデメリットは、朝交感神経優位になってしまうっていうことですね。副交感神経を動かすってことをしないと、口を動かさないと胃は動かない。胃は動かないところに今度食事が入ってくる。食事が入った時に胃が動かないから胃の中で胃酸がたくさん出る。そして胃は動かないまんまで腸内細菌が荒れるっていう形になりますから、胃腸が弱いのは朝噛まないから。副交感神経を噛むことによって副交感神経をしっかりさせるってことはすごく大切になりますから、これはものすごく大切になります。4つ目ですね、朝歯を磨かない。朝一で歯磨く必要があります。一番最初にやるのは朝一で歯を磨かないと、食事の時に直接菌が胃の中に入ってきちゃうわけですよ。朝の口ってそんなに汚いの？一番汚いです。寝てる間に雑菌っていうのはめちゃくちゃ増えますので、まず口の中を掃除しましょうっていうことが非常に大切になってて、朝磨きます。これは歯磨き粉を使っても使わなくてもどっちでもいいです。で、よくゆすぎます。そして食事をとります。で、食事が終わったら歯磨き粉を使わずに磨くっていうことがすごく大切になってくる。あんまり他ではやってない方法ですね。そうですね、食事が終わった時は食べかすを取るっていう形になりますから、一回きれいにした、車でもそうなんです、一回きれいにしたところで汚れがザーッとついてもザーッと水で流せばきれいに流れていきますから、雑菌を繁殖させないためにはまず朝しっかり磨くっていうことがすごく大切で、朝起きた時はしっかり磨く、そして食事の後はザーッと磨くだけで全然 OK ですってことです。5つ目、もうこれもさっきのものとすごく関係があるんですけども、歯磨き粉を残さないっていうことがすごく大切になります。歯磨き粉を口の中に残さない、これはですね、やっぱりラウリル硫酸ナトリウムですね、ドテシル硫酸ナトリウムとも言うんですけども、これは界面活性剤で皮膚に残りやすいんです。みんなゆすぐと思うんですけど、うん、残ってます、確実に残っているので、これも毒性が非常に強くて、ね、で毒性よりも何よりもシャンプーしてちゃんとすすがなかったら、どんなにいいシャンプーだってかぶれるじゃないですか。絶対そうです。絶対そうなんで、そのシャンプーっていうのは界面活性剤って言って、こう間に入り込んでいくから汚れが取れるんですね。だから間の隙間に入り込むようにできているのが石鹸成分とかになってますから、どんな石鹸成分であろうが、これが体にいいものであろうが悪いものであろうが、とにかく残っちゃいけなくって、そしてそれが毒性があると炎症を起こします。炎症を起こした変性したタンパク、我々が痒くなったり皮膚って痒くなるじゃないですか、あれが残ってることでまた炎症を起こす。で、炎症が炎症をずっと起こし続けることによって、これが
が炎症ががんの原因になってるっていう形になりますので、がんとか病気の原因の元をたどすとやっぱり炎症なんです。100歳以上で健康な人は炎症の値の CRP っていうのがあるんですけども、 C 反応性タンパクっていうのが極端に低いんです。とにかく口の中に炎症をの元になるものを残さない。だから歯磨き粉はどうしても使いたいって人は使ってください。で、使ってガーッと磨きます、よーく言いすぎます、今度はなしでガーッと磨きます、言いすぎます、もう一回なしで磨きます、よく言いすぎます、もう一回なしで磨いてよく言いすぐぐらいのことをやっていただければ、口の中は唾液で満たされますので、唾液が残る分にはいいんですけども、歯磨き粉をね、フッ素が残るからそんなに揺すがない方がいいとか言ってる人たちがいるんですけども、いや、フッ素使いたいんだったらフッ素別に取った方がずっといいので、僕は使わないんですけども、別に使いたかったら使えばいいし、歯医者さんを推奨してる人がいるし、まあ、それによって歯の寿命が伸びるっていうエビデンスもありますから、フッ素が毒性があるっていうエビデンスもありませんので、その毒性があるフッ素はまた別のフッ素なので、それと一緒くたにしないっていうことがすごく大切になります。だから塩素が悪い、塩素が悪いだって、だってさ、塩だって塩化ナトリウムですから塩素入ってますからね。塩がじゃあ体に悪いかっていうとそうでもなくって、何かしら何かが入ってたらもうダメだっていうことではなくって、健康を害するものは害するものでちゃんとありますので、それは取らないようにする。さっきのラウレル硫酸ナトリウムとかドテシル硫酸ナトリウムっていうのは取る必要は全くないので、ベーキングパウダーですね、ベーキングソーダでもどちらでもいいんですけど、粒子の細かいものを使っていただいて歯を磨くってことでも口の中で、ね、これもゆすげば確実に全部取れていきますから、皆さんもぜひ歯を磨くっていうのは絶対に口の中に、もしも石鹸歯磨き使ったところでやっぱり残らない方がいいに決まってるので、残らないようによくすすいぐ、よく歯でない、なしで磨くってことが必要になりますっていうことですね。あとですね、舌磨きはやらないでほしいんですね。一番いいようなイメージがありましたけど、舌磨きは必ず粘膜が剥がれてしまいますから炎症起こっちゃうんですよ。で、粘膜って皆さんね、 DNA 鑑定やるときにね、ほっぺんなんかピュッと綿棒でこすっただけで DNA 取れてくるんですよ。粘膜っていうのは基本磨くものではないということです。よろしいですか。目の中磨く人いないですよねって話なんですよ。膣の中磨く人、お尻の穴の中磨く人はいないですよね。やっぱりそこの部分っていうのはすごく掃除をする必要は全くなくって、歯だけきれいにしてれば歯茎は引き締まります、確実に。なので粘膜を磨く必要は全くありませんっていうのを、舌磨き専用のものであってもやめてください。これはよく根菜類とかをよく噛めばきれいに取れます。これだったり、あと出し昆布ですね、小さく切って口の中に入れとけばそれがなくなる、ベロがすごくきれいになりますから。でもちょっとでもね、ずっとあまり吸いすぎたり、あまり長時間それをってベロでこすったりすると炎症起こったりしますので、ある程度経ったら食べちゃえばいいので、あの口の中の雑菌っていうのは、フローラっていうのは安定しやすくなりますから、ぜひ皆さんもやってみてください。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。今日の動画良かったなと思ったら高評価ボタン、それからですね、ご意見やご感想などありましたらコメント欄の方によろしくお願いします。全部目を通すようにしてますのでね。それからですね、 LINE 登録がまだの方は LINE 登録をしていただくと、 お医者さんも知らないリンパの教科書が得られますので、皆さんもぜひゲットして勉強してください。